ひろゆきさんは幽霊を信じますか。あ、この人賢いね。あの120円ってコメント書けないんですよ。なのであの名前だけ120円っていう表示になるんですけど、名前の欄にコメントを書くっていうので120円で質問するというテクニックを編み出した。この人は結構賢いと思う。で、僕はね、幽霊信じないというか、いないというので大体説明はつくと思ってるんですけど、たまに説明つかない事態があって、で果たしてどうなのかなって思ってたりはします。ひろゆきさんとあっち向いてほいで遊びたいです、お願いします。あっち向いてほい。